皆さんこんにちは。今日は実はあるお知らせをしたくて動画を撮っています。先日 YouTube のコミュニティ投稿にも書いてお知らせしたので、すでにご存知の方も多いと思うんですけど、 CBD オイルについてなんですね。で、実は今厚生労働省で大麻取締法の改正法案が出ているらしいんですけど、その改正法案がなぜか日本だけでめっちゃくさ厳しい値に設定されることになりそうなんですって。その THC の基準値なんですけど、 THC っていうのはね、その大麻に含まれている精神作用がある成分なんですね。で、CBD っていうのはその大麻に含まれている薬効成分の中から THC だけを除いたものなんですね。で、本当にその大麻って、朝ですよね、朝には本当にいろいろな成分が含まれていて、で CBD の薬効作用っていうのはすごくもうものすごくよく知られているんですよ。いろいろな病気への抗炎症作用だとか、あと鎮静作用なんかがあって、鎮痛作用、鎮静作用なんかがよく知られているんですけど、ありとあらゆる病気の抗炎症作用になりうるということで、ものすごく注目を集めているものなんですね。で、これはエピソードなんですけど、私のエピソードなんですけど、私は健康なんですけど、2021年からネイチャー館さんからお話をいただいて、それ以降ずっと愛用させていただいてるんですけど、それを飲み始めた頃から、インフルエンザとか風邪とかほとんど引いてないんですよね。軽い風邪ぐらいだったら何度か引いたことあるんですけど、インフルエンザとかにももちろんコロナにも一度もかかったことがなくて、で、もしかしたらこれは CBD のおかげって思ったのは、インフルエンザにはね、大輝と主人が1回かかったんですね。2、3日寝込むインフルエンザにかかった時、私も、2人のインフルエンザの看病をしながら全くかからなかったんですよ。なので、ひょっとしたら CBD オイルを取っているおかげで私の免疫がさらに強化してるのかもしれないなって、強化されてるのかもしれないななんて思ったりしてるんですね。なので、そのネイチャー館の製品は、2021年以降ずっと自信を持ってご紹介し続けてきたんですよ。で、それで、その今回その厚生労働省の改正法案で、その THC の基準値が、めっちゃめちゃ厳しくなるらしいんですね。なので、ひょっとしたらネイチャー館の、CBD オイルで、高濃度のものも、抵触してしまう可能性があるってことなんです。国内の販売の CBD オイルはほとんど抵触してしまう可能性があるってことなんですよ。で、これ本当ひどい話だと思いませんか？そういうね、自然の薬効成分があって、いろいろな病気の予防になるようなとてもいい製品、これが、世の中にたくさん流通してしまうと、困る人がいっぱいいるんでしょうね。あんまり詳しいこと言うと、YouTube でも規制の対象になってしまうと思うのであんまり言えないんですけど、とにかくそういうね、自然のもので副作用がなくて、その病気の予防になってしまうようなものだとか、代替療法として普通の製薬会社にお世話にならなくて済むような製品があまり世の中に流通してしまうと困ってしまう人いっぱいいると思うんですよね。なので、規制をかけようとしてくるのかななんて思っちゃいますよね。ということで、今ね、そういう、もしかしたら10月からそういう高濃度の CBD オイルが販売できなくなってしまうかもしれないっていう危機なんです。それで、今、厚生労働省で29日まで皆様の意見を募集しているそうです。なので、この機会にぜひ、CBD オイルの効果を実際に実感している方、特に、意見してほしいです。で、この間もその YouTube のコミュニティ投稿にリンクを載せてお願いしたんですけど、今回も概要欄にリンクを載せておきますので、ぜひ、CBD オイルが日本で販売されなくなったら困るという方は、ぜひ意見をお願いします。で、私もね、本当にネイチャー館のCBD オイルで特にそういう高濃度のものをおすすめしてきたんですね。私自身は 40% の濃度のものを使っていて、本当に効果を実感しているので、自信を持っておすすめしてきたんですけど、そういうものが日本で販売されなくなってしまったら、私にも本当に理不尽です。なので、ぜひ
効果を実感している方は、この機会に厚生労働省にご意見をお願いしたいと思います。で、万が一ね、この法案が通ってしまって、で CBD オイル日本で販売されなくなったなんてことになったら、まあ、本当に今までそういう CBD オイルで症状を、病気の症状を抑えていた方だとか、不眠症の治療になっていた方なんかは本当に困ることになると思うんですよね。うん、なので特にね、そうやって亡くなったら本当に困るという方は特に強く意見をお願いしたいと思います。ひょっとしたらそういう声が多く集まれば、厚生労働省の方も、まあ、少し考え直してくれるかもしれないですよね。うん、そう、特に病気の症状を抑えている方なんかは本当にぜひご意見していただきたいと思います。でネイチャー館の製品はその10月以降にその停職してしまうのか、 20%、30%、40% オイルは販売できなくなってしまうのかっていうのは今のところわからないですけど、まあ、もしもその法案が通ってしまったらもう、まあ、全くその THC のがほとんどゼロに近いっていう製品をなんとか頑張ってほしいなって思うしかないですけどね。まあ、どうなるかわからないということで、今ネイチャー館でCBD オイル、その対象製品の CBD オイル のセールを実施しています。ひょっとしたらその10月までに売ってしまなければいけないとかいう事情もあるのかもしれないですけど、まあ、その私たちにとってはというか日本にいる方はその CBD オイルがもしかして10月以降手に入らなくなってしまう可能性も考えて少し多めにストックしておいた方がいいのかもしれないですね。なので、まあ、今セールやってますのでぜひご検討ください。いつものように MH10 のコードを記入するとさらに 10% オフになりますので、そちらの方もぜひご利用ください。ということで今日はこのお話を単独で、しようかなって思いました。で私事なんですけど、まあ、ネイチャー館は、まあ、本当に2021年にその業務提携のお話をいただいてから、まあ、ずっと紹介させていただいてるんですね。でそれは本当に私もね、紹介しがいがあるというか、本当に紹介しても私も、まあ、本当にいいものを紹介してくれてありがとうございますという感謝の声をね、たくさんいただいてきたんですよね。なので、まあ、私もこういうことを紹介できる、機会を与えていただいて本当に良かったって思ってるんですよ。でしかも私3月に主人を亡くして以来ね、本当に精神的に辛い日々を送っているんですけど、まあ、本当に CBD オイルだとか、まあ、前回も紹介したアダプトラテなんかのそういう精神的に私をフォローしてくれるような商品とご縁があって本当に助けられているんですよね。なので本当に私も感謝の言葉しかなくて、そういう製品に。なのでもしも法案が通ってしまって、まあ、日本で販売されなくなってしまうなんてことになったら、もう本当に私も残念でならないです。なので皆さんご意見をお願いします。ということで今日はこの動画、単独で撮ろうかなって思いました。本当はね、他のいつもと同じように、まあ、冒頭にお知らせとしてこのお話ししようかなって思ったんですけど、まあ、この CBD を愛用している方って結構多いと思うので、きちんと一つの一歩の動画にしてタイトルにしてお話ししておいた方がいいかなと思って、こういう動画を一本撮ることにしました。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャオ。